ありがとうございます。今現在朝の5時です。で、僕ね、昨日9時か10時ぐらいに寝たんですけど、夜中の12時にね、突然目が覚めて、そっから腹痛で寝れません。で、こう痛みも結構波があって、今一番ピークぐらいに痛いんですけど、だいたいね、この溝落ちのちょっと下のここら辺がもうずっとキリキリキリっていうか、めっちゃ痛くて、で、昨日はイカの刺身6切れにサーラの刺身を20切れぐらい食べたんですよ。で、それでまあ晩酌をがっつりしてたわけなんですけど、結構前からね、こうやって、痛くなることはありました。で、大概ね、朝方にかけて治ってたんですけど、なんか今回は特にひどくて、病院も行きたいんですけど、日曜日だし、もう夜中だし、とりあえず網やってるから起き行かないといけないんで、ちょっとね、時間経過とともに報告していけたらいいかなと思います。で、ブスコパンっていうですね、痛み止めの、まあ、薬があるんですけど、それをもう1粒って書いてるんですけど、2粒飲んだんですけど、全然、いつもならそれがね、2、3時間して効いてくるのに、それすら効かなくてね、めっちゃ困ってますね。で、熱とかはもう多分全くない、出てはない状態ですね。で、痛くてね、あんまりじっとしていられなくて、こうなんか膝を抱え込んだりとか、ね、する、もうお腹を叩いてみたりしたんですけど、全く効果はないです。まあ、とりあえず原因と思わしき魚を食べてから約10時間ぐらいですね。今が一番ピークの激痛。発症は5時間ぐらい。まあ、とりあえず皆様、いかがいかんかったんではないだろうかという冗談はよしこさんということで、ちょっと聞いてきます。今現在6時です。起きに来ました。もうずっとね、胃が締め付けられるような痛みで、めっちゃしんどいです。でも、もう網をやってたんで来るしかないので、ちょっと頑張って今から来りたいと思います。今9時ぐらいです。ようやくね、ちょっとマシになってきましたが、地獄のね、8時間ぐらい本当腹痛がもうやばかったです。なんとかね、耐えることができました。調べたところ、セイロガンがね、もしかしたら効くかもしれないということなんで、ちょっとセイロガンをね、買いたいと思います。まあ、その真意っていうのかな、そのほどは分かりませんが、マダラちゃんも僕が治ったのを喜んでくれてますね。治ってよかったね、ゆうすけ。はい、それじゃあね、セイロガンを買ってきました。もう待ちきれないんでね、今すぐ飲みたいと思います。1回3錠、これは守らないといけませんね。でも僕は5錠飲みます。緊急事態なんで早く治したい。だいぶ楽くなってたんですけどね、ちょっと仕事をまた再開してね、それでめっちゃまた腹痛なってきて、てかめっちゃくっさ、これ見た目もなんかウサギの糞みたいだね。で、あの糖で巻いとんもあったんやけど、そっちやとで効かんかなと思って、で、こっちにしました。アニサキスに有効成分とされているクレオなんとかいうのが、これのが圧倒的に多かったんで、こっちにしました。で、プロテインで、朝からタンパク質何も取ってないから。まあ、結局病院にはね、行きたく、あの胃カメラめっちゃしんどいんで、僕したことあるんですけど、めちゃくちゃ胃カメラしんどいんで、もうなるべく病院には行きたくないので、多分行かないですけど、とりあえず治るまでね、あの経過をお伝えしていけたらいいかなと思います。とりあえず帰ってゆっくり寝ます。はい、11時半、まあ、大体12時近くなりました。腹痛を発病してから12時ぐらい経ってるんですが、未だにね、波があって、めっちゃね、腹がね、キューッとして痛いですね。セイロガンも5粒飲んだんですけど、今のところ効いてる様子はありません。楽になったとかもないし、しんどいですね。ちょっとなんか取り出してうんこしてきたくなったので、ちょっとトイレ行ってきます。
今朝から3度目の排便です。で3度目で、まあ、ちょい下痢みたいな感じですね。まあ、下痢は出たんですけど、別に腹の痛みが収まったかというとそういうわけではなくて、やっぱ胃周辺っていうかね、溝落ち周辺が痛くて、であと今はですね、なんか吐き気もあります。プロテインとセイロガンを飲んだことに、まあ、胃になんか入って、まあ、それを吐きたいみたいな感じになったのかわからないですけど、とりあえず早くね収まってくれることを祈るばかりです。あれからさらにですね、セイロガンを5錠飲みました。もうすでに10錠飲んだことになって、まあ規定の量を大幅に超えてるんで、良くないことは分かってるんですけど、どうしてもちょっとね治るのかなと思って頼りがちになってしてしまいます。まあそれでもね、やっぱ痛くて寝れないので、ちょっとね、あとは我慢、とりあえず我慢します。はい、で今3時半です。あれからですね、寝れるぐらいは寝たんですよ。で寝れるぐらいは痛みがちょっと収まってたんですけど、また痛くなってきて、俺に恨みがあるんじゃないかっていうぐらい腹の中で暴れてるような、これがアニサキスだと仮定したらなんですけど、もうね痛い時間が続きます。でもし明日も続くようであれば、ちょっと明日病院の方に行きたいと思います。なんかねピークぐらいね、また痛くなってきました。ちょっとあんまり、ちょっと収まってる時にね、あんまりお腹空いたんでちょっとお菓子を食べたんですけど、それも原因かもしれないけど、ほんまに痛い。はい、午後6時ぐらいになりました。まあ寝転んで携帯をするだけでずっと過ごしてるんですけど、やっぱ波があってね、時折痛いし、まだね、結構痛い状態が続いております。アニサキスとは断定はできないんですけど、非常に辛いですね。何もできないといったところです。はい、あれから30分ぐらいだとお風呂に入ってます。今結構ね、お風呂に入ってから楽くなりましたね。でまあお腹が減りすぎてちょっとまたヨーグルトをねつまんじゃったんですけど、またちょっと何時間後かが心配ですが、様子を見ていきます。はい、今現在10時になりました。あれからですね、風呂に入ってマシになったなと思ったんですけど、ちょっとね動き出すとまあめっちゃまた痛くなったりを繰り返しています。すでに痛み発症から22時間が経つんですが、治りの兆しはありません。今現在セイロガン10錠、ブスコパン3錠、あまりに良くないかもしれませんが、痛くてついつい飲んでしまいます。飲んだからといって効いてる感じもそんなないんですけど、まあやっぱ明日病院行かないかなといけないかなと思います。今日はゆっくり安静に、あとは寝たいと思います。おやすみ。はい、おはようございます。今ね夜中の2時なんですが、また痛くなって目が覚めてしまいました。今日ちょっとね病院に行くしかない、もうないかなということで、ちょっと病院に行こうかなと思います。目が覚めてからまた1時間半ぐらい経ってるんですけど、ちょっと本当にもうやばいですね。治る気配がありません。セイロガンも効きません。アニサキスじゃないのかな。ちょっと辛抱たまらんくなってきて、診察とかは今ちょっと難しいんだけど、とりあえず、痛み止めのお薬をもらいに行きます。はい、病院行って、まあ、とりあえずまだね胃カメラできないということで、胃腸炎の可能性もあるということで胃腸炎の薬もらって、その後一番行ったんですけどね、相変わらず腹痛が治らないので、ちょっとねなんだっけ、胃カメラをねちょっと受けに行こうかなと思います。でさっきね、市場帰りに土手川の土手でね、変な、手を両手を広げて、なんか救援を求めてるような人がおったからね、助けに行こうと思って、急いで U ターンして行ったらね、なんか変な体操してるおばさんで、ちょっと腹が立ちましたね。どっちですか?ここですか。これ。もう死んでるんですか、これ。多分もう、頭が、はい、ちぎれてるんじゃないかなと思うんですけどね。ありがとうございます。はい、ドーナー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 、というわけで無事ね原因が分かって、元気になりました。痛みもね
やっぱ抜いたらだいぶ本当マシになります。じゃあ今からねこいつを調理していただきたいと思います。じゃあまずね観察していきましょう。アニサキスどうしますかって言われたから僕はください、食べるんでって言いました。あーってね苦笑いされましたね。多分本当に食べるとは思ってないでしょう。それじゃあ開けていきます。オープン。どこだ、あこれか。はい、いました。アニサキスですね。めっちゃちっちゃいですね。こんなん覚え見つけれるはずがないと思います。でこれここに乗せて、でおばあちゃんのね魔法入りの塩を用意して、こちらのねアニサキスに、軽く振っていきます。よし、これでしっかりとね、炙ってね、もう絶もう多分今も死んでるんですけど、しっかり殺します。よし、いや安全を期したらちょっとやりすぎた、完全にこれ張り付いちゃったはい、じゃあもうこれで完成です。アニサキスの炭焼き、いただきます。はい、それじゃあいただきます何の味もしません。うん、お香ばしいね味がします。僕の体を苦しめたアニサキスを食べてやりました。ごちそうさまでした。そしていただきました。よし、はい、というわけで今回はですねアニサキスに寄生された男の一日ということで、一日もう2日ですけどね、見ていきました。アニサキスって噛むことによってそのアレルギーが出ることで、まあなんか痛くなるみたいな感じらしくて、だから痛くならない人はね食べても痛くならないそうなんですよ。で僕は昔からね家族と同じね刺身を食べても僕だけ当たるっていうのがもう8回ぐらいマジで昔からあるので、だ多分ねあのアニサキスだけじゃなくて普通になんか菌とかねそういうのにめっちゃね弱い体質なんですよ。でも魚が好きなんでやっぱ食べてしまいます。で今回のアニサキスの原因はおそらくなんか放置して、もう内臓つけたまま放置してしまっていたイカのせいかなと睨んでおります。まあこれはね僕がちょっと忙しかったとかまあもあってね、まあ、自分が食べる分にはねまあええかみたいなところもあるので、そこがねちょっとこれから反省して気をつけていかんとしんどいなって本当に今回マジ思いました。で今回長らく苦しんだ僕からの忠告としては、もうね刺身とか食べてめっちゃ腫れてなってきたらもうすぐ病院行って痛み止めをもらいましょう。で内視鏡やりましょう。これがねまためっちゃしんどい、口にゴーって入れて、でなんか空気も多分入れようから、もう鼻が苦しくて苦しくて、ううゲップがまたすごい出るんです。でもゲップ出したらいかんって言われるしね、めっちゃ苦しいんですけど、その長い時間ねアニサキスで苦しむぐらいだったら一瞬、まあ一瞬ってことはない、5分ぐらいですけど、それで終わらせた方がねよっぽど楽です。で皆さんもぜひそうしてください。今回なかなかためになる動画が撮れたのではないでしょうか。じゃあね、本日もご視聴ありがとうございました。幸せや、ほんまに。バイバイ。